はい、皆さんこんにちは。今回はですね、静岡県静岡市にあります麺屋クリアさんにお邪魔してきました。鶏白湯ラーメンで有名なお店みたいですね。で、今回注文したのが、スペシャルうっとりそばっていう、こちらのメニューなんですけども、まあ、結論、久しぶりにあの美味しい鶏白湯に出会ったなっていう感じでしたね。はい、もうほんとスープはあの鶏がメインで、白濁したこう粘度のある白いネバネバしたスープで、すごいドストライクでした。もうこれはなんかよく攪拌されているのか、すごいクリーミーで、もうめちゃくちゃ美味しかったですね。で、具にはあのトロトロに煮込んだ豚3枚と、あとメンマと、あと玉ねぎとか、まあ、結構具材がたっぷり入ってて、ボリューム満点でしたね。で、香辛料とかもいっぱいなんか置いてあって、なんかペッパーミルとか胡椒とか置いてあるんですけど、まあ、それをかけて食べてもすごい美味しかったですね。で、麺は細麺のストレートで、なんかこれは自家製麺みたいな感じですね。で、この濃厚な独特のスープがもう本当にかなり良かったですね。で、僕の友達はこのうっとりそばよりもう一個なんかドロドロの、さらにドロドロのやつがあるんですけど、そっち注文してたんですけど、まあ、結論こっちの方が良かったですね。このうっとりそばの方が、僕的には美味しかったですね。だからちょうどいい美味しさだなと思いました。やっぱ豚肉が特に美味しかったですかね。トロトロに煮込まれてて、なんかいい味付けもされてて、で、量も多いんで、もう満足感はかなり高いですね。やっぱ静岡県ではかなり人気があるのも頷けるお店でした。まあ本当におすすめできるんでね、静岡県行った時にはぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ここからは早送りでお楽しみください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのように主に愛知県のお店の情報だったり味の感想を発信していきたいと思っていますので、参考になったとか美味しそうとか思っていただけた方は動画を作る励みにもなりますので、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、ここの店もうまいぞとか、地元ではこの店が有名とかっていうお店の情報がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。Please show me the way, baby, to your heart. Please show me the way.